拳は、木蓮花木蓮続の落葉紅葉樹の高木。早春に、他の木々に先駆けて、白い花を、小っ一杯に咲かせる。和苗拳の由来については、定説がない。蕾が開く前、開花の様子が小さな子供の握り拳のように、見えるという説。蕾の形を握り拳に見立てたものだとする説。また、他説では、 果実の形がデコボコしていて、握り拳に見立てたことに由来するとする説もある。和名、拳が、そのまま、英名、学名になっている。中国植物名は、日本拳。日本では、拳という漢字を当てて、拳と読むが、これは、花のつぼみを乾燥させた、生薬名が拳であるためである。中国の拳は、白木蓮、もしくは、 木蓮のことを指し、拳の感銘とするのは、誤りとされている。別名や麻ラ,ラギ、拳はじかみとも呼ばれる。昔は、拳の花の時期に、稲の縄代や種まきすることから、田内桜と呼ばれた。アイヌ地方では、おまうくしに、おぷけにと呼ばれる。それぞれ、アイヌの言葉で、良い匂いを出す木、放棄する木という意味を持つ。遠見だと桜に似ていること。 花を咲かせる季節が桜より早いことから、引き桜、八千桜、四季桜などと呼ばれる。これらの古称は、北海道、正木地方を中心に使われる。一方、北海道の拳は、北拳と呼ばれることもある。日本の北海道、本州、四国、九州北部、及び、朝鮮のチェジュ島に分布する。日本特産で、産地や、 丘陵の湿った平地に好んで生えている。栽培家のお地は、北海道から九州までの全域で、春を告げる花木として、庭木にもされる。落葉紅葉樹の大高木から大高木。樹高は5から20メートル木の幹は一本立ちで、直立し、直径は、おおむね30から60センチメートルに達する。樹皮は、開白色で、表面はやや滑らか。成長は、 割合早い方で、枝も金星に出て、整った、円錐形の樹形になる。枝は、太いが折れやすい。葉は、ラン型から高東蘭型で、長さ5から15センチメートル、幅5から8センチメートルで、先端は突き出る。葉は、揉むと、強い香りを発する。ガキは、早春と木蓮の仲間では、早咲きの部類で、葉にんだって小枝の先に。 ほのかな方向がある直径6から10センチメートルの花を1個咲かせる。花は純白で、花弁の基部は淡紅色を帯びる。花弁は外か皮辺3枚、内花側辺3枚からなる、計6枚、長さは5から6センチメートル。花の中央におしべが多く集まる。普通は花の基部に小型の1枚の若葉がつき、よく似た。 タムシバはつけないことで見分ける。花のほか枝にも方向があり、枝を燃やしても香りを放出する。果実は、長さ5から15センチメートルの集合下で、赤紅色でやや扁平状の球形の袋下が、数個から十数個結合してできており、ところどころに、コブが隆起した、不正な長大円形の形状を成している。秋に赤く熟した果実が壊裂し、 種赤い種皮に包まれた種子がこぼれ出して、白い糸状の玉柄で垂れ下がる。種子は人型や心形で、赤い外皮の他に、肉質の中層と黒い内層がある。日向たから半日影を好む性質で、成長速度は速く、土壌の質は全般で根は深く張る。増殖は未生、挿し木継ぎ木による。未生は秋に行われ、 秋に採取した種を床巻きし、2から3年後に定植する。挿し木は3月中旬から下旬頃に行い、前年の生枝を15センチメートルほどの長さに切って、地面に刺す。定植は日当たりの良い場所を選んで行われる。剪定は好まないので、1から2月か5月に不要枝を抜き取る程度にする。施肥は必要がない。丈夫で、 病害虫も少なく、手がかからず栽培は容易である。木の形が美しく整っていることから、庭木、街路樹として植栽されるほか、継ぎ木の代儀にされる。特に庭木にすると、拳の大ぶりで白い花が桜より早く咲き始めて、春の訪れを楽しめる庭となる。建材として、樹皮をつけたまま茶室の柱に用いられることがある。早春に採取した花の蕾を、 風通しの良い場所、または、天日で乾かしたものは、拳という気薬になり、漢方薬に配合される。中国では、木蓮、白木蓮、それぞれのつぼみの薬物名を拳としている。薬効は、鎮痛、鎮静、鼻炎、蓄脳症、頭痛、めまいに効能があるとされる。民間では、 ついた治療2から 10g の拳を300から 400cc の水で半量になるまで煎じ、1日3回に分けて服用する用法が知られている。蓄膿症や花粉症の鼻詰まりによく効くという意見もある。また、乾燥した拳を粉末にして1回0.1から 0.2g を左右で服用しても良いとも言われている。体を温める薬草のため、 多量に飲むと、めまいや重血を起こすこともある。つぼみは、芳香量になる。また花は、香水の原料にもなる。かつてアイヌが樹皮をお茶のように使って飲用したとも、言われている。ただし、樹皮は、有毒なので注意を要する。花は砂糖漬けにしたり、薄く衣をつけて、天ぷらに、調理されたりもする。赤い果実などを集めて焼酎などに漬けておくと、 一風変わった香りの果実種を作ることができる。拳の咲き具合に応じて、種子をまくなど、農作業の指標として用いられることもある。春早く咲いて目立つことから、北海道や東北地方、新越地方などで、その年の田植えを始めるので、満作あるいは、田内桜、田植え桜、種まき桜とも呼ばれた。栃木県では、拳が花を咲かせるのを目安に、 里芋の植え付けに着手する。それゆえ、芋植え花と呼ばれる。春の季語であり、春の訪れを象徴する花として、千正雄のヒット曲、北国の春にも歌われている。拳もどき拳もどきの花拳もどきは、木蓮花の落葉公木。拳の禁煙種とされる。拳の北方型の編集の一つ。1948年に、 安倍晋一、赤沢次野の,の二人により、徳島県愛尾町で発見された。発見された当時、株から出た枝が地面を張って、土に接した部分から、芽が出ていたことから、灰拳の別名も付けられた。4月中旬に、直径12から15センチメートルの花を多く咲かせ、拳より、やや開花が遅いことなどが特徴。また、葉の大きさもしより、 若干大きめで、長さ20センチメートル、幅8から10センチメートル以上ある。その後も何度か、再調査が行われたが、発見された一株以外は見つかっておらず、またこれは三倍体であることから、種子もできないこと、四国にそもそも、拳が自生していないことなどから、謎の多い植物として、現在も語り継がれている。 野生種はすでに存在しないと考えられているが、徳島県のアイオイ森林美術館をはじめとした数箇所で当時の株から挿し木などで増やされたものが栽培されている。環境省のレッドデータブックでは野生絶滅、徳島県のレッドデータブックでは絶滅と評価されている。中国で白木蓮は玉蘭と呼んでいるとする説もある。米倉孝治。 カジタ・タダシ、BG プランツワ苗学名インデックス、http コロンスラッシュスラッシュ ILIST.info、コブシ AB、薬草園だよりボリューム2013.4月、総会員号。神戸学院大学薬学部附属薬用植物園。2020年3月8日閲覧。ABCDFGHI e 西田直道、監修、志村隆史。 平野勝か編 2009p89abcdefghijketsji た 1995p152abc 田中治さ 2009p59ab カメダリ吉ウ20 2013p28abcdefghij カイツヨシタカ1995 P 百四十三 abcdefg 辻達一千九百九十五 p 百五十三 abcdefgh 正木聡二千十二 p 五十九 ab 北小部市北海道ホームページ ab 山崎聖子二千十九 p 百四十 abcdefg 平野隆久監修千九百九十七。 P18、ABCDFGHIJKLMN e、ババアツシ1996、P53、ABC 辻井達市1995、P151、AB 鈴木道夫、高橋藤、安野部直文2018、P266、亀田隆吉2013、P29、辻井達市1995、 P154、山崎聖子2019、P141、AB 田中治 2009,P60。ありがとうございます。